東京、オリンピックまで2週間、ということで、4回目の緊急事態宣言。さすがにため息、それは出る。何度やっても同じ話だ。ワクチンも、そろそろ効かなくなる頃なのでは。とはいえ感情論。新型コロナウイルスへの恐怖、それが残ってる限りは続く話だ。それは、理解もする。自分もアルイ派忘れつつあるが、表、があり、裏、があり裏は、今も表にはない、のだ。とはいえ、すでに終わっている、話ではある、それへの抵抗。2年前に、飯塚幸三氏が交通事故を起こした。決着、という視点ではそこで終わったのかも。ただ最悪の、そんな状況で、従わない、それが発生しただけ、あるいはそういうことかもしれない。取りたい世界？今もそうだ。命題ではある。正義は勝つ、のか？たった一人でも。今もなお？最後は紛争解決機構で、理想は、そこに。